とこちら経過が長いんで、税理士ってですね、こういう書類とかしっかりするときは、近くのね、市に頼むんじゃなくて、その税理士担当するね、国の機関に行くんですね。だから難しい申請もできるよっていうところに行くんですね。で、そこではね、ちゃんと書類を持って自分のね、正しい、一個も嘘がありませんよということで、ね、申告する書類を持っていけば、たくさんね、僕も4センチ以上ですからね、申告。18日にことしたんだけども、今、2月25日でしょ？したんですよ。申告ちゃんしてんだけど、その時はその書類でもって自分の意思が聞くわけですよ。それにとってその書類をちゃんと認めてもらってるわけですね。細かい書類、一つも漏れがないようにね。ね。まあ、1、2個あると思うんですけども、2、3個とかね。そういうふうにして申請すると、自分の意思で申告できるんですよ。ただね、まあ、土地の売却もあるんで、身近ではできませんけれども、それでもね、それがなくても、身近でやるときはね、普通の、ね、市に行って持っていく場合はね、代表じゃない税務署、ただの、市役所に行く場合は、市役所の考えで動かないといけないわけですね。これが、その経費が、ね、経費が、何パーセントだよと、この必要経費にかかってるんだよというとかでいうのは、こっちで、決められないんです。市だとね。代表の精密にやるとこで書類持っていくとこじゃないとね。で、ちゃんと書類作ったって、市じゃやってくんないからね。それを、しっかりしてください。税務署の申告はね。ね。市の考えじゃないと、だからこの消費経費がね、ゼロになることが多いですよ。僕なんか90%を取ってるんです。ある部分だね。で、これをね、税務署ではちゃんと書類持って見てくれるから、ね、通るんだけども、で、自分の意思も通るんだけど、ちゃんとした書類持ってるから、全部ね。ね。だけども、市とかね、いうとこに持っていく場合はね、難しい申請ができないんですね。と、いうことと、ね、市のね、役所の考えでじゃないと通らないんですよ。ただ、経費が90%かかってますよって引いてんだけど、これ認めないの。認めないことが多いね。ほとんど認めないですね。
電気代これ 90% 引いてるんだけど、ね、仕事じゃないという、これ、一般外交、家なんか民間とかありますよ。で、仕事してたって、これ事務所だって言ったって、これ認められないんでね。株式ですかというようなこととかね。これもだから、ちゃんとした、全部行えるね、土地の売買なんかも記録できる。で、身近の市でやって、役所でやる場合は、だから役所の考えで考えて動くからね。で、また民間だから商売はあんまりやってないという、普通のただの家であるというようなこと、ね。で、やってるだけ。つまり、もう全然一般の職という感じでやんないから、申告できないです。その役所の、ね、申告。だから役所のところは年金とかの収入がない人だけが行くようなとこですよね。で、稼いで仕事やってるとこ、やってる人はね、申告したって、市ではね、全然経費取れないですね。だから直接、税務署に行ってね、代表のね、ここの取り扱う県の一つだけ決まりますでしょ。代表のね、とこね。そこで取引しないといけないですね。あ、これ負けちゃったんですね。残念ですね。今のところ3連敗ですね。月曜日は。そんな感じです。まあ、実際は2連敗ですけど、ね、手数料ありますので、3連敗中ですね。ということで、税務署というのは申告というのはね、そういうので。ただ、簡単でいいんですね。市で、身近なところで申請するときはね。だから全く収入がない人にはもうそのまま持っていけばもう適当でも全部 OK なんだね。ね。ただ、ちゃんと経費が取れるようにするにはもうちゃんとした税務署に行かないと、代表の税務署に行かないと書類をたくさん持ってね、嘘なく書類を持ってて申請するということですね。